徳と大徳十一年は、大元ウルス前期の政治家、武将、ジャライジュブのムカリの夜叉後にあたる。ムカリは、チンギスカンの側近たる、四春の一人で、国王の称号を与えられたことで知られる。ムカリの没後も、国王の称号は、ムカリの末裔が継承することが許されていた。だが、1239年に、ムカリの着尊にあたる他種が28歳で急死する。 多種の子供が幼少であるため一門を統率できなくなることを恐れたムカリオ家の人々は多種の子に諸侯としてふさわしいだけの財産を分与して分家させ多種の弟のスグンチャクを第四大国王に立てたスグンチャクが徳都の祖父にあたるサルバンはスグンチャクの罰手であったがクビライはその才能を買って自分の手元で育て長汁と自らの側に置いたが十七歳で没した 幼少で父親を失った徳とは母親と共にクビライの保護を受けて育てられた。資源十四年にクビライがナヤン討伐に向かった際にこれに従う。戦闘の開始を告げる鼓は未だなっていなかったが敵の様子を知らせる校舎が敵の隙に乗じるべきであると報告すると徳とは主兵数十名を率いて奇襲をかけてこれを破った。クビライは 徳との景気を戒める一方で、亡くなったサルバンの子が成長したことを大いに喜び、自らの博士と乗馬を貸しした。翌年、悩ん方についていたカダーントゥルゲンを討伐するクビライの孫のテムルにつけられた。後に、テムルが磁気ハーン継承者に内定すると、そのまま側近として仕えた。テムルが即位すると、ジョートルス、通政委員氏、古イ衛ン軍都市騎士に任じて、 側に置いた。大徳三年、栄六大部、公設当初行中諸省平昌政治に任じられた。かつての南宋の領土であった江南は、旧南宋出身の文武官が、実際の政務を行い、頑長の統一した政策とは異なる、統治の部分があった。これを円滑に一本化していくのがテムルにとっては、大きな課題の一つであり、徳とは、その実現のために派遣されたのである。 テムルの徳トに対する期待の大きさは、徳トが認知に向かう際に、テムルが中小省に命じて、送別の縁を開かせていることからも伺える。認知に入った徳トは厳格ではあるが公平な裁判を行って、民衆の信頼を得て、現地の有力者に対して模様者をしなかった。大徳7年、元海賊でありながら総運の功績によって養殖についていた朱清氏。 蝶の不法行為が問題視されるようになると、朱吉良は、徳都に金50両と玉3王を送って、買収を試みた。これを見た徳都は憤慨して、帰って朱吉良を捕らえ、後に処刑した。ケムルは、り以来徳都に至るまでの中説を評価して、金50両を与えた。徳都によって、高南情勢は安定したために、その罪人は9年もの長期に及んだ。 ところが、大徳十一年に、テムルが崩御すると、徳とも後を追うように十四歳で病死した。徳とのこのドルジは、第八代国王、ドロタイがありぎば用立に加担して処刑された後に、第九代国王に任せられ、一時ドロタイの弟の内満タイに王位を譲り、中央に出て、中小上将に任じられ、後に再度第十一代国王になっている。ありがとうございます。